よかじ島に戻ってきました。富田駅ってことでね、この駅はこの駅でね、面白い駅なんですよ。これ分かりますかね、今ね2面3線かななってる駅なんですけど、まあ非常に広いです、広いですね。ちょうど乗務員さんがいましたけど、こっちになんか見覚えのある車両がありますよね。おお、向こう向こうで入れ違ってますし、ここがあの減速するところなんですよね。ですから非常に面白いでしょ、面白い絵が撮れるんですよね。ここ鉄道が下に敷いてあって、その上を近鉄とかガーッと走ってきますんでね。で、こんな感じ。あ、向こうにも駅舎あるんや、知らんかった。こっちの駅舎しか知りませんでしたからね。今日はこっちから降りた方が多分近いな。で、ただなんかすごいすごい絵も言われるプロプロのねこのホームがあるじゃないですか。何じゃこれがあってね、一応ゼロキロポストがあるでしょ。これが三岐鉄道の JR 富田駅なんですよ。今でも一応ちょっと名残は残ってますね。ここ見ると確かに一応富田ってなっておって、隣見るとね、旭駅じゃなくて大谷駅ってなってますよね。富田三丁目ってなってますけど、ということで、あの実は昔はここに旅客営業所が来とったんですよね。ここに来てたんですよね。で、この先ずーっと行くと、先の方にね、あの連絡通線があって、それで最初に乗ってきたね、あの三岐鉄道の、本線の方にずっと三岐線の方に入っていくっていう構造なんですよね。面白いですよ。ちょっと動くのかな、今調整してるな。空気分調整してるけど、動くんだったらちょうど撮りたいけど、相当こいつ自身も相当古いはずなんですけど、この流地はあれですよね、確か突破をやったりするのでも有名なんですよね。今でも突破をやるっていうところなかなかなくて、あの突き放すとか言って突破ですけどね、うん、そのままなんです。本当に箇所を突き放すんですよね。そういうね、やつがあって、まあ多分ね、YouTube とかで突破って調べていっぱい出てくるし、多分富田駅もね、あの動画撮っておられる方がおるみたいでね、あの、ありますんでね、それ見てもらったと思いますけど。ですからこっちの奥の方は、そうですね、補正員の方も三岐鉄道の方になってますよね。そう。で、三岐鉄道の本社ってそこなんですよね。その先にあるのが三岐鉄道の本社なんで、実はこの、で、そこがイオンモールね、あの、北じゃ。未だに我々は北のジャスコで北じゃって呼んでますけどね。もしくは富じゃって言ったら通じますよね。うん。未だにね、イオンっていう呼び方になれないですよね、四日市市民は。やっぱりジャスコから嫌なんですよね。仕方ないです、これはもう。やはり四日市市民はもうこの呼び名で親しんじゃってますからね。未だに帯じゃ北じゃで火曜ですからね。仕方ないんです。四日市市民あるあるです。ここが三岐鉄道のあれなんですね。まあ、我々は入ることができないようになってますけど、にしてもこの橋脚レトロですよね。反対側電車来るのか、こんな感じですんで、結構構造立派なんですよね、富田駅。古い駅なんで、今はね、もう来ても4畳とかまでしか来ませんけど、水上に法務庁は長い。高層になってますよっていうのがね、あの昔ながらの駅らしいですよね。で、これ渡っていくと、上に登ってみようかな。さすがに人来ないでしょ。よいしょ。こっちに回しといても大丈夫だと思います。ね、そうですね。西口と東口ってあるんですね。
ていうのが多分西口からのリズムで、ちょっと東口の方をちらりと見ようかなと思うと、面白いですね。結構広いですよね。でここに今は使われていない幻の建物っていうのかな、ちらっと、わあすごい、幻のホームへ続くやつもありますね。あ、貨物だ、貨物が入ってくるんだ、ちょうど貨物が入ってきましたね。これは石油かな、あ、じゃない、あ、これあれだ、東藤原に持ってくやつだ。お、じゃあいいもん見れるんじゃないかな、これ。おー、こんな感じでホーム自体は今でも使ってるんですね。まあ乗客営業はしてませんけどっていう。でここまで運んできて、今切り離しをやってるわけでしょうね。面白いなぁ。結構今日はタイミングよくいろいろ取れますね。間もなく2番線に列車が参ります。こっちだ、黄色い線まで切り離しましたね。間もなく列車が参ります、ご注意ください。そのまんま、ふう、わ、すごい風が出てきた。上は普通電車の近鉄が走ってって、横では貨物が来回しをして、下では JR の確定かながやってくると。いや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 、いい絵じゃないですか。亀山行きの普通電車ですね。で行ってるそばで向こうは転鉄をして、隣の車線に入って行き、隣というかもう一つ先の方まで入ってくるのかな、入ってってますね。でこいつを動かすんだ。おお、一旦あっちに引き込むんですね。おお、そこで止まった、ああ転鉄の確認か。して、うおほほほ、とととと、おお、わあすごい、でこっちに入ったら、これ転鉄始動か。あ、ガチャンとやりますね。ガチャンとやりましたね。すごい。始動転鉄してて、反対側に。燃料バックでやるんだ。すごいですね。近鉄の最新鋭の特急が走ってる下で、昭和初期、え？昭和、これいつの時代の機関車なんでしょうね。が現役で来回しやってますよ。すごいな。おお。でやってきて、
2両編成が繋いでいくんだ。へー、ニューガーで見たやつと比べるとでかいですね。だいぶ規模。うん。ブレーキ弁が通りましたね。ブレーキ来ませんとかしてますね。同じ間にやってるんですね。知らんかった。結構あれなんですね。もっと早いんやと思ってましたけどね、私が。何？いやでもう出てくるの？さすがにすぐには出てかないですよね。へー。あ、いいもん見れた。いい音だ。DD5082。スプリがもう、めちゃくちゃレトロっすもんね。隣が ED5081 とか。充電運転ですよね、機関車の。奥は参議院のバスの方のね、バスヤードになっておいて、いっぱいバスが止まってますよ。あ、オレンジバスも止まってますよ。すごい。あ、ちゃんとブレーキが効くかどうか、こうずっと確認するわけですね。信号は赤やから、まあ、すぐには出てかないんでしょうね。腕をふーって伸ばしたの、ラジオ体操なんかなと思ったら、多分あれでしょうね、ちゃんと。弁が通っとるよ、問題ないですよっていう合図なんでしょうね。1秒ごとぐらいでやってますもんね、ちょうど。うん。こんな近鉄の片隅では、近鉄のね、ガンガン走ってる、片隅だ、三岐鉄道も走ってく、ね。走ってく片隅では、こんなことが行われてるんですね。これが参議の富田駅っていうことなんですね。一応参議の方の、参議の JR の富田駅もね、これを抑えれたんじゃないかな、いいの抑えれたんじゃないかな。うん。でも多分あの機関車はきっと非電化なんでしょうね。あ、非電化じゃない、非冷房なんでしょうね。暑そうですね。窓全開でしたもんね。こんな話ですよね。まあ結構簡易的なやつですけど、置いてある。で、こいつをピッとしてれば、通れましたよと。いや、昔は有人駅だったんでしょうけどね。